明智光秀は美濃の国で大体国のトップを務める名門時一族の子として生まれました。20代になると本家時氏のお家騒動に巻き込まれます。敵の時頼明の裏で糸を引いていたのがあの斎藤道三です。彼が持ち前の知略謀略の才を存分に振るったために頼明派が圧勝、光秀の上司の頼澄は殺され、光秀自身も故郷を追われ越前に逃れます。斎藤道三はそのまま自分の上司だった頼明をも裏切り、自分が美濃のトップとなったのです。世に言う下克上です。越前の光秀は時一門が滅びゆく様を指をくわえて眺めることしかできませんでした。その後は育ちの良さを生かして教師として地道に食いつなぎながら兵を挙げて美濃を取り戻す機会を伺っていたのでした。辛抱強く機会を待つことなんと約30年美濃を支配していた斎藤家がある男によって滅ぼされたのです。その男こそ今最も勢いのある武将織田信長でした。しかも信長はちょうど命を狙われて京からここ越前に逃れてきた将軍足利義昭に会いにやってくると言います。こんな機会はまたとない。友人細川藤孝と協力して義昭信長チームの仲間入りを果たしたのです。将軍を味方につけた信長の快進撃は凄まじく、義昭が奪われた京を代わりに取り返し自分のものにしてしまうと、そのまま近畿地方を東に西にどんどん勢力を伸ばします。光秀は中途採用として肩身の狭い思いをしながら、どうにか信長に気に入られるために厳しい戦いや嫌な仕事も進んで先頭に立ち、信長の活躍を引き立てます。ついにその苦労も報われ念願の一国一城の主となりました。中途で入りながらも信長の身内で固められた家臣の仲間入りを果たしたのです。光秀は戦いの際と同じくらい政治の際にも優れており、かつては敵として戦った領民にも愛される領主でありました。しかしそんな順風満帆な日々も長くは続かず、その愛する国を信長に取り上げられてしまうことになりました。いつもは従順な光秀が信長のある命令に不満を抱いたせいでした。それは中国地方で苦戦している秀吉を助けようとの命令です。秀吉とは信長軍の足軽として下っ端から働き続け、どんどん出世をしてついには家臣となり、誰よりも信長に気に入られ光秀とも筆頭家臣の座を競っていた羽柴秀吉のことです。信長はあの猿の元で戦えと命令し、嫌とは言わせないよう光秀の持っていた国を取り上げ、代わりにまだ敵のものである中国地方の国を与えると無茶を言ってきたのです。信長の元で忙しく働いているうちにくすぶってしまっていたある野望の火が再びメラメラと燃え上がります。なぜでしょうか。かつて自分の故郷を奪った斎藤道三の顔が浮かんできます。下克上。その時亀山にいた光秀軍は兵の支度を終えて大きな街道に差し掛かりました。右を行けば秀吉の待つ中国地方、左を行けば地方で奮闘する家臣たちの吉報、本能寺でのんきに待っている信長がいる京都です。どちらに行くか答えはとうに決まっていました。敵は本能寺にあり。その後の出来事は皆さんもご存知の通りです。信長を裏切り一度は日本一に立てた光秀も、中国地方から驚くべき速さで舞い戻ってきた秀吉たちに惨敗し、逃げる道中で命を落としました。その勢いには古い友人の細川藤孝も恐れをなして光秀の協力要請を拒んだといいます。秀吉は信長の意志を継ぎ、そのまま全国を平定、正真正銘の天下人としてその名を轟かせました。戦国の世、この時代に生まれた男は誰しもが一度憧れる天下人。裏切り者の烙印を押されて忌み嫌われ続けた明智光秀、彼もまた戦国の世で自分の名を、家を再び世に知らしめんと戦い続けた一人の男であったということを、現代に生きる私たちも心に留めておきたいものです。時は今、雨が下しる、さつきかな。1582年5月、あの本能寺の変を起こす前に光秀が詠んだ歌です。この歌には光秀が越前の地に逃れた頃から抱いていた一つの野望が込められており、その場にいた友人たちはその真意を知りながら密告しなかったために後に処罰されたほどです。皆さんも今どんな辛い境遇にあったとしても決して夢や野望を諦めないでください。きっと機会はやってきます。光秀は30年も待ったのですから。